秋葉原クロスフィールド秋葉原オックスオックスビジョン秋葉原オックスは東京都千代田区外神田の秋葉原クロスフィールド内にある高層ビル2007年度グッドデザイン賞受賞秋葉原クロスフィールドの中核施設として2006年3月に開業した高層ビルである東日本旅客鉄道秋葉原駅とは西側交通広場と神田明神通りを挟んで 北西側に隣接しており、歩行者デッキによって、JR 秋葉原駅電機外口及び、秋葉原大ビルと連絡している。また、交通広場に面したビル南側正面には540インチのフルハイビジョン対応大型ビジョン、秋葉原オックスビジョンが設置されている。建築物としては、東西44.9メートル、南北137.1メートル、基準外化面積は、 最大4808.46平方メートル、延べ床面積は16万1482平方メートルと東京都内でも有数のオフィスフロアを構成する。また、建物を除いた敷地は公開空地として一般に開放されており、週末などにはフリーマーケットが開催されていた。柱にコンクリート重天候下柱、梁に鉄骨作りを採用し、 人生と体力を有した構造となっている。また、地震の揺れを低減するハニカムダンパーを設置したパッシブ型精神システムを採用するほか、リアルタイム防災システムを導入しており、地震発生時には建物内に6台設置した地震系のデータを解析して、建物や設備の危険度を判定し、防災センターのモニターに表示する。 このシステムは東日本大震災で発揮され地震発生後30分余りで建物の安全宣言が放送されている。空調システムでは自然換気チャンバーによる外気導入システムや昼間に蓄熱された熱を外気の低い夜間に排熱するナイトパージ機能を採用している。また窓ガラスに断熱性と遮熱性が高いロー E ガラスを採用し 東西窓面外側に垂直ルーバーを設けて直射日光を遮蔽するなど空調負荷の低減を図っているほか天然ガスを使用したコジェネレーションシステムや氷蓄熱システムによる冷房利用、ビムズ等の導入により省エネルギーに努めた結果キャスビー新築評価で S クラスに認定されている2階フロアと5階オフィスエントランスフロアは直通エスカレーターで接続されている また2階西側デッキには4階直通エスカレーターも設置されている。JR 東日本秋葉原駅から徒歩2分、東京メトロ銀座線末広町駅、東京メトロ日比谷線、つくばエクスプレス、秋葉原駅から徒歩3分と交通利便性が非常に高く、NTT グループや日本製鉄グループの企業を中心に多数入居している。 1>, 1階から3階の飲食店を主体とした店舗群は秋葉市と称される。1階にはスーパーマーケット福島や、ドコモショップ秋葉原オックス店、秋葉原オックス内郵便局、三菱 UFJ 銀行 ATM コーナーなどがある。店舗の詳細は公式ウェブサイト、秋葉原オックスレストランショップ秋葉市を参照。オックスビルの地下には自動車800台、 バイク124台が駐車可能な駐車場、秋葉原オックスパーキングがある。基本は有料だが、オックス内のテナント、秋葉市や秋葉原電気街振興会加盟店の駐車サービス券取扱い店舗で買い物をすると、一定時間無料となるサービスも行われている。週末には多くの板車で賑わっている。また、収納台数42台、24時間営業の 屋内自転車駐輪場、秋葉原オックス自転車駐輪場が、オックスビル北側に設けられている。ありがとうございます。